野菜天ざるそば大盛り来てるな。いただきます。いやはや雨やみましたね。一応カッパ来ましたけども雨やみました。よし、帰る。とりあえずなんかこう十津川温泉に入るというミッションはクリアして、すがすがしい気持ちです。風呂上がりで体もホコホコ温まってますし、なんせね巨大な露天風呂をまるっきり独り占めでしたんで、まるっきりの貸し切りだったんで、すごく良かったです。あのものすごくやっぱ温泉の匂いがいいんですよね。源泉だからかな、源泉かけ流しだからか分かんないですけど、まあこの辺りは本当の湯量がすごいですよね。この十津川の辺りは温泉はね、一応源泉かけ流し宣言の村って書いてますからね。今日入ったところも、もう巨大な露天風呂だけでしたけども、源泉かけ流しだと書いてましたね。すごくいいお湯でしたよ。お風呂ね、僕の想像とは違って、露天風呂のみで、でっかい露天風呂だけで、脱衣所もすごくこう存在な、なんかもうざっくばらんな脱衣所があるだけで、すごく共同浴場みたいな、いや本当に温泉を楽しむだけのお風呂でしたね。いやそれはそれですごくシンプルで良かったですけどね。また来ようと思いました。なんせね川沿いでねすごくね間近に川があるんですよ。もう本当真横にお風呂の真横に川って感じで、なんか地元の人曰く本当はもっと綺麗な川なんだよと言ってましたからね。今日はどうしてもそのこのね数日間雨が続いて濁ってるのと水の量が多いのとでかなりその何でしょうかね激しい川になっていますけども、本当はねもっと綺麗なんだよっていう話をしてました。あーなんか穴開いてた。やっぱ山をね1個2個越えると天気ガラッて変わりますからね。本当降ってないな、ね、路面が完全に乾いてますからね。本当に路面乾いてるな。ていうか雨が降ったような気配がないですね、この辺はね。今日降ってませんよみたいな感じだな。ここに置かせてもらいましょう。よし、野菜天ざるそばに決定。来ましたよ、野菜天ざるそば大盛り来てるな。いただきます。いやいい感じの麺ですね。そして野菜天ぷら岩塩ですね、ピンクの岩塩。じゃあ食べましょうか。わさびさん、わさび入れます。じゃネギもいきましょうか。よしよし。そしてお蕎麦ですね。いやうまそうじゃん、うまそうじゃん。一口目いきます。よしよしとする、うまい。こういうとこ来たら蕎麦がね食べたくなっちゃうね。野菜の天ぷらでしたね。エリンギっぽいな。エリンギでしょ。岩塩これでいただきます。うん、うまいうまい。いや野菜天ぷらいいな、うまいな。やっぱりこういうの食べなきゃ。うまい、天ぷらは揚げたてで非常に美味しい。うん、衣の具合もいいですね。とろろが入ってんのかな。なんかすごく弾力がありますね。うん、これは何でしょう。山菜かな。山菜っぽい。うわあ、うまい。うまい。うまいわ。
すごい新鮮な味、うまい、うまい、天ぷらめちゃうまい。でまあお昼はね結構過ぎてますからね、この店も僕で貸し切りになってますね。お風呂も貸し切り、ご飯も貸し切りだ。あー美味しかった、食べちゃった食べちゃった。そして蕎麦湯が来ておりますので蕎麦湯を飲みます。どんなんかな。おー蕎麦湯ですね、どんな味でしょうか。蕎麦湯ですね、うん、うまい。あーあったかいのがしみるな、うまい、あーうまい、うまい。そば湯最高。風やんかな、風やんかな、ちょっと呼び方わかりませんが、すげえ天ぷらめちゃくちゃうまかった、美味しかった、もうめっちゃ満足です。大盛りは結構ボリューミーで良かったですね。いやいいお店だ、いいお店だ、良かった。さあ帰るぞ帰るぞ帰るぞ。いや満足しましたね、お蕎麦美味しかったな。天ぷらがめちゃくちゃうまかったね。あのね天ぷらの、まあ、揚げたてっていうのもすごくいいんですけど、衣とね野菜のその新鮮さ味のねバランスが素晴らしく良くてね、あっという間にねバクバク食べちゃったね、めっちゃ美味しかった。そう野菜を食べてるんだけど結構ジューシーな味がしてすごいいいんですよね。まあジューシーなところは多分まあ衣の部分やとは思うんですけど、そのバランスがいいんだな。で、あの塩で食べるねやつ、岩塩で食べるやつだからいいんだろうね。ものすごくうまい、うまかった、ものすごく美味しかったです。あと麺はねなんかすごくボリュームのある麺で歯ごたえが ありましたね。もちもちした歯ごたえがあって、なんかすごくこう山芋的なあの味を感じましたね。とろろかな、ねちょっと分かんないですけどもね、なんか入ってんのかもしれません、あの入ってないかもしれないけど、印象的にはそんな印象でした。はいはい、おおお、道の駅、道の駅寄ります、寄ります、寄りますよ、よーし、はいはい、お土産買いました。お土産何を買ったか、ニンニクを買いました。バカでっかいニンニク500円でした。まあ、あの何か焼いて食べようかなと思いまして買いました。いやいい旅だな、もうカブの旅って本当いいな。次ねまたどっかね行きますけども、どこに行くかまだ決めてないけど、本当にどこ行くか決めてないけど、またね、近いうちに行きたいと思っております。もうライフワークですね、遠征カブの旅、いかがだったでしょうか。もしよろしかったらチャンネル登録してください。コメントもお待ちしております。高評価もぜひぜひよろしくお願いします。あとあの YouTube アプリでご覧の方は通知が届くように設定していただけると、あのソイジマックスが動画をアップしたらアップしたよってね連絡が行くらしいですから、通知が行くらしいんで、ぜひねそのオプションというの、通知をオンにしてください。ツイッターとかもやってますし、そちらでもあの動画の更新情報は流してますんで、もしよろしかったらそちらの方もね、フォローしていただければと思います。今回もね最後までご視聴ありがとうございました。また行きますんでね、ぜひ
追っかけてください。はい、帰ってきましたよ。五条駅です。はい、こちらの駐車場に置きましたね。はい、我がベースキャンプ帰ってきました。ちょうどいい時間でしたね。よいしょ、ほい。あ、5時前だ。4時55分です。ちょうどね、なんかいい感じに空がそろそろ悪くなってもいいですかみたいな感じの天気になってきています。風も強くなってきています。はい、よし、じゃあ積もう。さあ、というわけでミッション終了というか遠征終了。よし、カブちゃんを積み込んで出発です。いやー、いい旅だったな。なんかすごくこうやりきった気持ちになってますね、今私。まあ、ある程度走ってね、距離走ったのと、あとお守りを返してお守りをちゃんと新しいのを買うという、なんかそういうちゃんとしたことをねやったという満足感というか達成感をすごく感じております。いやー、よかったよかった。